デッサウ市電はドイツの都市デッサウ市内に存在する路面電車。2021年現在はデッサウ市内で公共交通機関を運営するデッサウ交通会社によって運営されている。デッサウ市電のルーツは1894年11月15日から営業運転を開始した高圧ガスを動力としたガス鉄道のデッサウ軌道であった。この事業者は ドイツコンチネンタルガスをはじめとする高圧ガスを扱う企業が多く出資をしており、電化による開業も検討されたものの、開通に先立つ4月に高圧ガスを用いることが決定された経緯を持つ。ドイツ国内でも高圧ガスを動力とした軌道路線はこれ以外に存在せず、開通翌年の1895年には社名をドイツガス鉄道に改めた。当初は、 高圧ガスを搭載した動力車によって運行され、1897年以降は輸送量増加に対応するため、高圧ガスを動力とした機関車が牽引する客車列車に切り替えられ、路線網も拡張を続けたものの、脱線やガスボンベの爆発などの事故が発生したことで利用客が減少し、株主からは企業の生産が要求される事態となった。この事態を受け、 この高圧ガスを用いた非電化区間を当初の案にあった路面電車へ置き換えることが決定し、1900年の株主総会での決定を経て1901年3月に全線が電化された。同年時点での総延長は 9.2km、車両数は17両であったが、その後は需要増加に応じた延伸や車両の増備が行われた。 第一次世界大戦中の輸送力低下や戦後のハイパーインフレーションなどはあったものの以降は地元のデッサを客貨車製造製の車両をはじめとした車両の増備が続いた第二次世界大戦改善後は燃料不足で走行が困難になった路線バスに代わり路面電車の路線網のさらなる拡張が行われ1945年時点での 総延長は 14km、在籍車両数は、他都市からの上渡分を合わせて68両にもなったが、同年3月7日の空襲で、デッサウの街は壊滅的な被害を受け、路面電車も甚大な被害を受けて、運行休止を余儀なくされ、復旧が始まったのは、戦後の8月15日となった。ただしロスラウ方面の路線については復活せず、総延長は 9.7km に縮小した。 戦後、共産主義国家の東ドイツの路面電車になったデッサウ市電の運営事業者は、幾度かの再編が行われ、1951年以降は、公営組織であるデッサウ交通公社が運営することとなり、1982年からは、晴れ複合交通公社の参加となった。その間、東ドイツ製の二軸車の導入、ワンマン運転の導入などの近代化、 省力化が進められたが、路線バスに重点を置いた都市開発の影響で1971年、1974年に相次いで路線の廃止が行われ、以降は1号線のみが長らく運行されることとなり、国使された一連の二軸車も老朽化が進んだ。ただし、1987年には開発計画の一環として2号線の一部区間が復活している。その後、 ドイツ再統一による経済の変化に伴い、デッサウデンの運営組織も民営化が実施され、1990年にデッサウ市による運営に切り替えられたのを経て1993年以降は、同市が所有し、インフラ事業を管理する DVV 下エ L ケの産家であるデッサウ交通会社が発足している。同年代以降、デッサウデンでは、路線の近代化、 二軸車置き換え用の車両導入などが進められたが、その中でも大規模なプロジェクトは1997年に計画が立ち上がり、1998年から建設が始まったデッサウ西部への大規模な延伸であり、2000年、2002年と二度に分けて実施された延伸により、デッサウ市電の総延長は 12.9km となった。だが、 その後クロイツベルク通り方面へ向かう路線であった4号線については利用客減少が要因となり路線バスに置き換えられる形で2016年7月3日をもって廃止されており2021年現在は2系統のみの運行となっている前日の通り2021年現在デッサウシデンでは以下の2系統が運行している運賃は デッサウ交通会社及びロスラウ地区のオットーミュラー、路線バス会社が運営する路線バスと共通であり、1回の乗車につき1.8ユーロ、60分有効な5回利用可能となる乗車券セットは8.2ユーロで発行される。NGT6 で2021年現在、デッサウ市電で使用されている営業用車両は、ボンバルディアトランスポーテーションが 世界各地に展開する超低小電車のフレキシティ、クラシックで、そのうちデスサウシデンに導入されたものは、NGT6 でという形式名でも呼ばれている。前後で、長さが異なる車体を用いた片運転台の2車体、連接車で、車体が長い前方車体には、車軸がない独立車輪式付随台車が、連接面付近に設置されている。車内全体の低床率は45%である。 2001年から2002年にかけて導入が実施され、2021年現在も全重量が営業運転に使用されている。デッサウシデンの独自塗装は存在せず、全社とも広告塗装である。主要所言は以下の通り、ありがとうございます。